申し込む。東野幸治キャルソネらしき人物のすっぴん公開、普段とのギャップに驚きの声。お笑いタレントの東野幸治さんが3月4日、ママのカリスマギャル曽根さんを発見しましたのコメントとともに、タレントのギャル曽根さんらしき人物のすっぴん写真をインスタグラムで公開しました。ギャル曽根さんとされる人物は、薄めの眉毛にありのままの素肌で、両手の人差し指を使ったセルフ加工で目元を隠しています。コメント欄では、普段とのギャップに本当に本人なのかと疑う人が続出。過去に投稿された写真と比べると、指輪はギャル曽根さんのものと一致しているように見えます。今回のすっぴん写真には、別人すぎてわからなかったという意見や、カンバレルーヤさんかと思いました、タンポポの川村さんかと思いましたと似ている人を挙げるコメントも多数。なぜか人違いをされてしまうギャル曽根さん。2017年10月にはネットでゴールデンボンバーと検索すると、自分の写真がボーカルの桐生印象さんとして表示されてしまうという珍事に見舞われたことも。今ではママタレントとして活躍中のギャル曽根さんは、暗めの髪とナチュラルメイクが定番か、またギャルメイクもしないかなー